琉球舞踊および三味線の方がご案内を聞いておりますけど、舞踊の仕方、いわゆる舞踊の三味線担当、そして人形ということで、彼女と一緒にまたですね、私たちの目指すところのこの琉球三線を全国そして海外に広めていこうかなという、スケジュールでございます。またこの中から来週あたりマニラへ行かれる方はぜひ立ち寄られてください。はい、それではですね、沖縄では、まあ、ご存知の通り佐渡大戦で、まあ、県内外の多くの方々がね、尊い命を失いました。そして琉球音楽の中にも、まあ、それらを御霊を慰める歌がたくさん歌がございます。平和に関する歌がございますけども、その中から一曲ですね、そのものずばり平和の願いをお届けいたしたいと思います。その中でこの映画は今から55年前ですか、
米軍機が沖縄のある中部の小学校、まあ、私うるま市ですが、うるま市の小学校の校庭にそのまま事故として墜落をしております。そこで尊い命が十何名かの子どもたち、そして学校教員、または一般市民も含めて、まあ、亡くなっておりますが、その栄華で御霊をたたえようということで開けて